トップになった人間は、があったらもう負けです。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が常々話しますことは、あくまでもエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジーやおとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題は、松本人志文春砲第3弾についてでございます。まあ、来るのは分かっていましたが、どんどん出てきますね。文春側が全部めくれれば、100弾まで余裕でいくでしょう。だから第1弾の時点で、フル土下座してでも許しを請うべきだったんですよ。本当に根も葉もないことでしたら、戦って無実を証明するのが筋ですが、もう何十年と同じような遊び方をしてきたわけですから、叩けば埃が出まくるわけです。松本氏やセックス上納システムに貢献していました若手芸人からしますと、日々のことですからもうすっかり忘れているでしょうが、やられた側の女性からしますと、たとえそれが8年前だろうが15年前だろうが、ずっと覚えていて当然です。いじめとかと同じで、やった方とやられた方では温度差がありますからね。ともかく文春砲3発目が発射されましたことにより、またまたマカロンが山ほど届いておりますから、中から数名様をピックアップして読ませていただきます。先生、ついに松本人志文春砲第3弾が出ました。3人目女性が福岡の一夜を証言という記事です。結局は1、2弾と同じ、初めは事実無根と言っていましたが、徐々に形勢が悪くなると松本人志、吉本興業も結局は認めているように、性行為まではあったのは事実で、合意があったかどうかはお互いの主張が相違あるだけ。やってたじゃないですか、ちゃんちゃん。次、ケンケン先生こんばんは。ダウンタウン松本人志さんの件で、次は福岡の女性 C 子さんが登場しました。バスローブの松本人志が、ちょっとエッチな気分になってきたんやけど、と言ってたそうで、俺の子供を産めや発言の信憑性が増した気がします。もう言い逃れはできませんよね。動画で解説よろしくお願いいたします。次、先生がメンバーシップ配信で語られていた通り、パンクブーブークロセもスピードワゴンの小沢と同じことをやっていましたね。セックス上納システムがあったことは間違いないかと。くだらない遊びするなよ、抹茶ソ。次、タムケンと付き合っていた鈴木紗理奈がご飯を食べているだけかと思ってたけど、普通に田村さんが女の子に電話して、今日松本さん来るから来てくれへんとかいう電話をしてたんだ。そんな報じられた合コンのような言い方はしてなかったけど、それをイメージしたらちょっと気持ち悪いと不快感を示した。うまく回避したタムケンも同じですよね。最後もう一通、ダウンタウン松本人志さんへの上納として新たに文春砲でパンクブーブー黒瀬さんの名前が出ました。あまり私は彼のことを知りませんが、どのような人間ですか、黒瀬さんの感想枠を希望します。はい、5名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。文春報道、まっちゃんの件、3、4発じゃ済まないと思いますよ。それは後ほど話すとしまして、とりあえず僕はまだ文春報第3弾を詳しく見ておりませんので、そのあたりから今回も確認していきましょう。今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、文春報第3弾。項目2、黒瀬さんはどんな人？項目3、黒瀬さんを感想枠で見る。項目4、厳密に言うと。の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、文春砲第3弾です。はい、来ました。第3弾。4、5年後までやってたら150弾とかいきそうですが、それもこれも今までやってきた身から出たサビでございます。ぶっちゃけずっと沈黙をしてきた女性たちが、私も出てきますのは目に見えていますから、マジで第何弾まで行くかわかりません。とにかく当チャンネルとしましても、マカロンで問い合わせをいただき続ける限りは追っていくつもりです。ではまず記事を引用させていただきます。引用先はもちろん文春さんです。3人目女性が福岡の一夜を証言。バスローブの松本人志がちょっとエッチな気分になってきたんやけど、5000円でバイバイ。ゼゲン役の M1 王者。もう呼べる女の子いないよ。というタイトルでございます。昨年12月27日発売の週刊文春が報じました。松本人志と恐怖の一夜。俺の子供産めや、お笑いコンビダウンタウンの松本人志60歳がスピードワゴンの小沢和弘氏50歳に女性を集めさせ、東京六本木にありますグランドハイアット東京のスイートルームで飲み会を開催していました。参加者の A 子さんに対しまして、松本氏が俺の子供産めやなどと性行為を迫った様子を証言とともに商法しました。さらに別の飲み会に参加し、同様の経験をしていました B 子さんの証言も掲載されました。記事掲載後、松本氏と接点を持ちました女性たちの証言が続々と寄せられました。彼女たちの証言で浮かび上がりますのは、後輩芸人が松本氏に女性をあてがいますセックス上納システムの全容でございます。松本氏の性接待は東京だけで行われていたわけではありませんでした。2015年11月14日から不
定期に計9回放送されましたバラエティ番組福岡ひとし福岡放送福岡県を訪れました松本氏がお笑いコンビパンクブーブーの黒瀬淳氏らと共にノープランで街中を観光します人気番組です。2016年7月2日の第3回放送の収録が行われましたのは同年6月6日のことでした。松本氏が福岡を訪れます数日前、福岡市在住のシーコさんは友人女性から黒瀬さんの後輩芸人とみんなで飲み会をしよう、VIP も来ると誘われたといいます。当時シーコさんと友人後輩芸人の3人で待ち合わせ、歓楽街の居酒屋に向かいました。そこで彼女たちは初めて VIP が松本氏であることを知らされました。その日松本さんは別の女性を宿泊先の部屋に招き、黒瀬さんが接待をしていたそうで、私たちは長時間待機させられました。2軒目に行きました中洲のバーで後輩芸人が、今日はもう遅いから松本氏との飲み会はないかもしれんなと言っていたのですが、その矢先に彼が黒瀬さんから連絡が来たと言い始めました、とシーコさんの証言です。福岡屈指の高級ホテルでありますグランドハイアット福岡、3人を出迎えましたのは2009年 M1 王者の黒瀬氏でした。上階にあります1泊約20万円のグランドエグゼクティブスイートキングに向かいます最中、彼らから松本さんがいるとは知らない感じで部屋に入ってねと念を押されたといいます。松本さんは私たちのような素人にわーと驚かれるのが好きなのだそう。部屋に入ると松本さんは T シャツにジーパン姿でおー入りと、テーブルには缶チューハイやブドウなどが置いてありましたが、松本さんたちは酔っ払っていなかったとシーコさんは語りました。太鼓持ちに徹し場を盛り上げていましたのは黒瀬氏と後輩芸人でした。夜が更けるにつれ場の雰囲気は怪しくなっていきました。女性陣に自慢の大胸筋を触らせた後、松本氏は結婚について次のような持論を展開しました。有名人と結婚して不倫すると奥さんや相手の事務所にも迷惑がかかる、だから俺は素人と結婚したんや、有名人と結婚したら遊べへん、有名人と結婚する人はすごいわと言い、深夜12時を過ぎました頃、声を張り上げましたのは黒瀬氏でした。松本さんそろそろ決めましょうと黒瀬氏はシーコさんを隣の寝室に呼び出し、彼女の腰にしつこく手を這わせながら迫りました。松本さんが二人きりになりたいって言ってるんだけどどうかなと言いました。シーコさんが振り返りました。その瞬間私は心の中で、ああやっぱりそういうことってあるんだと思い知った。でもここまで来てしまった以上後戻りはできない雰囲気でした。二人きりになることを了承すると、私と松本さん以外のメンバーはじゃあ僕らは一旦出ますねと部屋から出ていきました。寝室でバスローブに着替えました松本氏はちょっとエッチな気分になってきたんやけどとシーコさんに迫ってくるのでした。キスの後抱き寄せられて性行為に、30分ほどの行為の後は別々にシャワーを浴びてリビングで5分ほど談笑しました。松本は黒瀬さんに連絡を入れたのか彼らも部屋に戻ってきた。それから間もなく黒瀬さんはチャックのついた小さなポーチの中からタクシー代といって5000円を差し出してきました。それを受け取ると松本さんたちはじゃあバイバイと、それを聞いた時松本さんっていつもこんなことしてるんだと心底虚しくなりましたとシーコさんは語りました。福岡におけます性接待はこれが初めてではありません。2015年11月の第1回放送の収録後、黒瀬氏は知り合いの女性を手配し松本に上納しています。地元の会社経営者が次のように証言しました。あの日うちで働いている複数の女性が黒瀬さんに呼ばれ、松本さんが泊まっていたスイートルームに行きました。その際彼女たちは黒瀬さんの後輩芸人からまっちゃんに選ばれたら性の接待があるよと伝えられていた、厳戒態勢で携帯電話の電源を切れとか携帯は持ち込むなと言われたそう。最終的に松本さんは大勢の女性の中から一人の子を選び肉体関係を結んでいたということです。約3ヶ月ごとに訪れる福岡ひとしの収録、当日夜に行われていましたのは黒瀬氏ら後輩芸人たちによるよりどりみどりの性接待です。彼らは周囲にアテンドの苦労を次のように口にしています。松本さんが福岡に来るたび接待をしなきゃいけない、しかも毎回新しい女の子を集めなくちゃいけないんだけど正直もう呼べる女の子いないよと言っていたそうです。1月7日沼津楽運吉本劇場のライブに出演するため沼津駅を訪れました。黒瀬氏を直撃取材しました。黒瀬さんすいません、週刊文春ですけど。はいはいはい。福岡で福岡ひとしの収録後に黒瀬さんが女性たちをアテンドして性接待をされていたという話があります。ああいやそんな全然。女性たちと松本さんと飲み会はされましたか？ああいや全く全然そんなんやってない。2016年6月グランドハイアット福岡に松本さんが泊まっている際、後輩芸人が女の子を連れてきて黒瀬さんが迎えに行った。ちょっと劇場の出番なんでちょっと松本さんがいるベッドルームに行くように女性を促した。出番があるんで
女性を紹介したことは、そういうことはない、ちょっと僕からこういうことをどうのこうのって言うことっていうのはできないと思うんで、すごい大きな問題なんで、僕がここで個人的なことはと答えました。吉本興業に対し松本氏の性接待について改めて質問状を送りますと回答はなく、次のような連絡があっただけでした。岸前後に対して名誉毀損による訴訟提起を予定しております。本質問状にあるような事実を記載して新たに名誉毀損する記事を発売されるのであれば、当然に法的措置を講じるので、その旨予告します。現在発売中の週刊文春および配信中の週刊文春電子版では、後輩芸人による松本氏へのセックス上納システムについて3人の女性が新たに証言。大阪のリッツカールトンで開かれた飲み会、芸人田村健二氏によるタムケンタイム、 A 子さんの松本への反論なども報じている、はい、という記事でした。まあいよいよどんどんとバレてきましたね。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に、黒瀬さんはどんな人です。意外にもマカロンやインスタグラム質問コーナーで問い合わせをいただきましたのがパンクブーブー黒瀬さんについてです。東京でのスピードワゴンの小沢氏と同じ役割を福岡県で果たしていましたのがこの男です。少し小沢氏とはイメージが違いますが、軽く紹介しておきましょう。黒瀬淳さんは1975年5月8日生まれの日本のお笑い芸人です。漫才コンビパンクブーブーのツッコミ担当でございます。立ち位置は右、吉本興業東京本社所属、相方は佐藤哲夫さんです。福岡県出身で身長163センチですが、一時期サバを読んでいたため、福岡吉本時代のプロフィールでは166センチとなっています。会社で知り合いました上新磯さんと共に脱サラして福岡吉本に所属しました。福岡吉本8期生となり、年齢は佐藤さんより1歳年上ですが、佐藤さんの2期後輩となります。福岡吉本入社後、上新磯さんとコンビバレッタを結成しました。バレッタ時代は黒瀬さんがネタ作成担当していました。解散後2001年に佐藤さんと共にパンクブーブーを結成し、当時の福岡事務所長の方針により、一時吉本を辞めましたが、東京進出後に再び吉本に入り、東京吉本の所属となっています。2010年12月25日、M1 制覇前から数年交際していましたトリマーの女性と入籍し、翌年第一子の女児が誕生しました。人好きで人懐っこく、活発、面倒見の良い性格で、相方とは対照的に社交的らしく、雑誌のインタビューで相方のいいところはという質問に対し、佐藤さんは社交性を上げており、人との付き合いを大事にしているキャラクター、自分には友人が少ないので羨ましいと述べられておられます。また、もともとは暴走族に所属し、副総長であったと話しておられます。それでは次の項目です。項目3、黒瀬さんを感想学で見るです。では、感想学に移る前に注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕はパンクブーブー黒瀬さんに会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想学と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を数多く見てきています。では僕はワイプに移動します。ではこの画像で見ていきましょう。クロスさんは普段メガネをかけておりますので、かけていない写真を探すのは大変でしたが、なんとかネットにありました。病院に行った時の写真です。こちらは顔もアップになっておりますので、分かりやすくていいですね。ではいつものように顔型から見ていきましょう。顔型は平層です。もうちょっとで消しそうにはなりそうですが、膨らみが気になりますね。お金、仕事というよりは健康が少し心配でございます。これは肌の色や紋なども合わせて読むと初心者の方でも見やすいと存じます。続いて額に移りますが、こちらは強層と通常層の間ぐらいになりますね。あまり物事を組み立てない方です。歯際も考えを曲げませんから、俗に言うアホの頑固と称されるタイプに近いと見ます。髪の毛と頭部に至っては特に申し上げることはありません。次に眉毛に移りますが、この部分はマイナス。こちら欲求は強いですが、実力は伴わないという判断になります。また強引すぎるという取り方も可能ですね。電卓はまあ普通、引導は悪くありませんが、参考は微マイナスです。こちらアップにしますと、参考に横紋っぽいのが入っていますが、これは傷です。まあ何かで切ったとか喧嘩で殴られたとかなので、リーディングには含めません。写真ですが、そこは多分そうでしょう。実物を見ればもっとはっきりわかりますが、長年瞑想をずっと見てますと、ある程度は紋なのか傷なのかが区別できるようになってきます。ただ目は良くないですね。前述しました肌の色もそうですが、白目、白の色も悪いですし、涙道と画山あたりの色と紋もダメ。まず健康運はすごくマイナスなのは即座に判断できます。続きまして、目の作りと形からは道徳心のなさ、また可愛らしいフレームのメガネをかけていますから騙されがちですが、
切れた時はめちゃくちゃ怖い、そして平気で一線を越えれる、いわゆるヤバいやつ、イカれた男と表現するのが最も近い気がします。また身長が低い部分も相関性がありますが、腹を決めたら何でもできる根性があるので、見かけで舐めて絡んでしまうとえらい目に遭わされますから要注意ですね。続きまして鼻に行きますが、喫強汗持ちです。仕事やお金回りはいいですが、マウント思考型でボスタイプと見ます。人中はマイナス、倫理観の欠如、そして法令線は普通、口元あたりは非常に冷淡で、相手を簡単に切り捨てたりシビアに動くことができます。はい、ということでパンクブーブークロスさんを全体的に見ますと、普段テレビの前で見せるこんなちょけた雰囲気とは別ですね。そこまで頭が回る人間ではありませんが、これと決めたら何が何でもやり遂げようとする根性と気合があります。それが善でも悪でも完遂しようとする男性ですから、扱い方を間違えると危険でございます。社交的で人間関係を作るのがうまいと書いてありましたが、それは彼の本質とは違います。ただしそういう立ち回りは得意ではあるのでしょう。それでは最後の項目です。項目4、厳密に言うとです。インスタグラム質問コーナーで、スピードワゴンの小沢氏とパンクブーブー黒瀬さんはやっぱり同じタイプの人間なのでしょうか、という質問が届いておりました。まあそれはね、セックス上納システムという同一の仕組みを利用してのし上がったというのであれば一緒と思われるかもしれませんが、やり方はほんの少し違いそうですね。そこが問題か、どっちにしろダメだろうよと言われたらその通りなんですが、一応僕に質問が来ていましたから答えさせていただきますと、文春の記事が全て真実だったらという体で話させていただきますと、やっぱりスピードワゴンの小沢氏の方がやり口が狡猾でしょう。 LINE の文章や自分が心配しているふり、あとは女の子にここら辺を歩けなくなるという昭和のヤクザのような脅し方をしていました。良くも悪くも感想枠で見させていただきました黒瀬さんはそんな頭は回らないでしょう。実際芸人としての実力においても、スピードワゴンは M1 決勝戦に敗者復活から一度だけ出場したのに対して、パンクブーブーは M1 グランプリ2009、ザ・漫才2011と両方のチャンピオンにもなっていますから、漫才の実績でも全く違います。またパンクブーブーは哲夫さんの方はまともっぽいですから、こういう事態が起きた時はいつも相方さんはかわいそうだなぁと思いますね。どちらにせよ、文春さんもこの松本人志のスキャンダルのおかげで新年特大号は約45万部完売だそうです。性加害かどうなのかというのはまだわかりませんが、結局こういうふうなことが表に出てしまう時点でダメなんです。名前も知らない若手芸人ならばいざ知らず、お笑い界のトップの人は脇を締めて行動しないといけない、上沼さんもおっしゃっていましたが、その通りなんです。ここまでのトップになった人間はつけ込まれる隙があったらもう負けです。タレントとして一流ならば、遊び方飲み方も一流でなければ、結局こんな風にほころびが出るんです。それが超有名人の宿命です。性行為までしていて帰りのタクシー代5000円とかスターのすることじゃないんですよね。こちら吉本浩二先生の漫画勝新の一コマです。勝新太郎さんの半生を描いた作品、今画面に映っていますのは祇園のすき焼き屋さんに行ってるページです。勝さんはすき焼きを食べ終わった後、女性の従業員さん数名に1万円ずつ配ります。当時の1万円は今よりももっと価値があったはずですし、勝新さんは松本氏よりもはるかにお金を持っていなかったでしょう。借金まみれでしたからね。そしてこちらのページ、飲み会の席で女の子の話をしているのかという関係者への質問ですが、ずっと映画の話をしていたそうです。そうです、これがスターのスターたるゆえんです。このようなタイプでしたら同じ行為をしていても、今こんな風に女性たちは文春さんに言ってなかったでしょう。お金持ち有名人はせめて綺麗に遊んで飲んで、プライベートでもあの人はすごい人だったと言われてもらいたいですね。はい、ということで今日はマカロンが殺到しました文春法第3弾について話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。